こんにちは。お天気をお伝えします。今日の道内は低気圧が通過中で各地で雨が降っています。こちら今の苫小牧は風が強く時折横殴りに雨が降っています。天気のポイントはこちら。この後も強風や大雨に注意が必要です。外出される際は大きめの丈夫な傘をお持ちください。ではこの後の雨雲と風の予想です。正午から動かしていきます。太平洋から吹きつける強い風が雨雲を発達させます。太平洋側を中心に土砂降りや横殴りの雨となりそうです。この後夜までに降る雨の量は日高や釧路地方で50ミリ以上の予想です。すでに50ミリ近い雨が降っているところや雪解け水が加わるところもあります。土砂災害や河川の増水、低い土地の浸水にご注意ください。そしてこちらは今の函館五稜郭公園の様子です。今日は桜を散らす雨や風となってしまいそうです。午後の天気と気温です。各地夜にかけて傘の手放せない天気です。最高気温は昨日より5度前後低いところが多く、札幌は12度と雨や風で体感はさらにひんやりしそうです。苫小牧や釧路は一桁止まりと傘を持つ手が冷たくなりそうです。外出には防寒が必要です。変わって今の札幌の様子、この時間も雨が降ったりやんだりが続いています。明日は天気が回復しますが引き続き強風に注意が必要です。そしてこの先の最新ゴールデンウィーク天気です。土曜日は各地で曇り空とすっきりしない天気で連休がスタート。日曜日は今日のように雨や風が強まる見込みです。そして来月2日以降は気温が急上昇します。札幌は3日と4日に20度以上の予想です。帯広は夏日一歩手前という日もあり、ゴールデンウィーク後半薄手の服が活躍しそうです。